こんにちは。今回は慶応4年5月の出来事をお伝えしたいと思います。では早速新選組の行動を見てみましょう。5月は新選組幹部2名が亡くなっています。10番隊組長原田園介と1番隊組長沖田総司です。原田園介ははっきりとしたことは分かっていませんが、上野の戦争の際に負傷し、その傷が元で戦死したと言われています。また沖田総司も肺結核が原因で病死しています。会津にいた土方歳三は足の怪我は思いのほか重傷だったため、7月に戦線復帰するまでの3ヶ月弱の間、要領生活を余儀なくされます。それが一段落して、歳三がリハビリのために通ったと言われているのが東山温泉です。東山温泉は近藤さんのお墓がある天寧寺の寺寮に含まれていたことから、天寧寺の湯と呼ばれていました。歳三が入った温泉もいくつか説があり、 1. 会津藩士の保養所だった狐湯、 2. 会津藩の共有湯があったとされる滝の湯、 3. 東山温泉で最も古い源泉がある猿の湯です。どの温泉を利用していたかは定かではありませんが、温泉に浸かった後で目の前の川に飛び込み泳いでいたという逸話も残っています。戦争で仲間が次々と去り、心身ともに疲れ切っていた歳三を癒した東山温泉にぜひ一度行ってみてください。一方、斎藤はじめ率いる新選組は白川の戦いで敗北、ボナリ峠に転陣する8月17日まで湖南町にあるここ福良の本陣を本拠にして戦いました。療養していた土方歳三が初めてその姿を現したと言われている福良本陣ですが、新選組鬼の副長の出現に出陣していた白虎大使はじめ旧幕府軍兵士の士気も大いに高まったと言われています。またここには歳三と白虎隊のエピソードも残されています。警備に当たっていた白虎大使足立藤三郎が馬で駆け抜けようとする歳三を鉄砲で威嚇したそうです。そのため歳三は馬を降り自ら名乗って謝ったといいます。それが新選組の土方だと知って恐縮する少年に、歳三は職務に忠実だっただけだ、気にするなと声をかけたそうです。また白虎大使たちが歳三を囲み、京都時代の活躍について話を聞いたとも言われています。いよいよ決戦の前に美味しい喜多方のラーメンを紹介したいと思います。個人的な感想ですが、私は世界一美味しいと思っています。湾内食堂の後はおまんじゅうを買いに行きます。東北には美味しいものがたくさんあるので、ぜひ一度寄ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。